歴タロット歴です。リクエスト一ついただいております。神木隆之介さんと浜辺美波さんのお二人を占ってほしいというリクエストをいただいております。リクエストありがとうございます。以前にね、一度占っているお二方ですけれども、改めてね、もう一度占ってみたいなと思います。このお二人でやっぱり、まず最初に気になるのが、互いが必要両失という要素を持っているってこと。少し、変わったテイストのある、人って言ったらいいのかな、軽めに言うと。運気をね、翻すような、ちょっと特殊な影響力がお二人の天命にね、影響を与えてるよっていうのがね、見えるんですね。そういう意味では、とても一つのね、波長が合うお二方なのかなっていう気がします。神木隆之介さんなんですけれども、命理が非常に厳しい命理を持ってらっしゃるんですね。破門加害が命理に当たってらっしゃいます。検問同極意となるんですけれども、ただ同時に必要両失ですので、このご自身の持っている陰性の強い影響っていうのを翻していく力を持ってらっしゃるんじゃないかなっていう、そんな気がしますね。そして一方、浜辺さんはとても堅実で安定感のある命理持ってらっしゃいます。縄文命理が2、そして質問在白印2が当たってらっしゃいますね。で、年運なんですけれども、浜辺さんが三九の会、閉門加害になってらっしゃいますね。だから、2024年はちょっとあまり良くない、運気の中にいらっしゃるのかなっていう気がします。で、ただしですね、結婚運、ないし恋愛運が上がってくるのが2025年の春に運気が上昇と出てますね。で、また、27年のね、一サイクルを終えようとしています。2025年ぐらいから重大決断、重大な決断、人生に、するよっていうのもね、見えますね。で、一方、神木さんなんですけれども、今年が一九の木の正門在白位が当たってらっしゃいます。まず安定している、2024年は安定しているっていうのが見えますね。でね、お互いの関係性なんですけども、安解なんですね。一番遠巻きなので、それほど影響を本来与え合わない、関係性ではあるんですが、安解になってます。神木隆之介さんのホロスコープ上、浜辺さんは兼門動物院に、そして閉門男女院にが当たってらっしゃいますね。逆に浜辺さんのホロスコープ上、神木さんは閉門病薬院が当たってらっしゃいます。どうなのかな、ここら辺はずば抜けて良い相性っていうふうには見えないですよね。でね、またその2025年のね、春に浜辺さんのその恋愛運、結婚運が高まると伝えたんですけれども、その頃からその浜辺さんの女性性、あるいは母性の高まりも見られるんですね。本命級上級で、そして来年からその上級に入っていかれるんですね。で、もともと、格式自体が職人気質の宿なんですけれども、同時に遊び人であったりとか、もしくは結構乙女チックな宿生。ご自身のそのパートナー、ものすごく執着するよ、大事にするよっていうね、星でもありますので、すごく
こうなんか女の力が高まるよっていうのが見えますね。さて、それでは以上踏まえましてタロットの見ていきましょう。前回弾いた時もね、浜辺さんの力をすごく感じたけれども、さあ最後いきましょう。ドン、セブン・オブ・ワンズか。どうだろうな、やっぱり今回も浜辺さんの力をすごく感じるんですが、過去に失った価値を守ろうとしてるよっていうのが伝わってきますね。すごく悩んでるっていうのが見えます。ですが同時にもうその段階をもうそろそろその抜ける時だよっていうメッセージも伝わってきますね。なんか有限界からその夢の中へ、浜辺さんの本質的な価値、求める本質的な価値が何なのかっていうのを伝えに来るよって、伝えに来る人がいるよっていうのが見えるかな。神木さんを感じるのはこのマジシャンに感じますね。やっぱりこうフィーリングが合う部分があって、新たな力を与えてくれるっていうのが、そのように見えるかな。ただどうだろうね、この神木さんと浜辺さんが付き合ってるかっていうとどうなのかな。そんな風には感じ、前回どうだったかな、前回がちょっと、前回もそんな月ズバってなんか付き合ってますって感じのあれではなかったと思うけどね。もし本当に交際してるとすれば、なんかそのお二人の関係性を、しっかり死守してるっていうふうにも取れるけれど、やっぱり何かいろいろ迷ってるとかね、陰性のパワーすごく感じるよね。どうかな、何か、今のその今感じている精神領域を抜けるサポートを神木さんがしてくれて、その先で何か交わりってのあるかもしれないね。ホロスコープ上はね、浜辺さんの女性性の力、こう母性の高まりっていうのは2025年の春だから、なんかそこら辺で動きがあるかもしれないね。人生の重大決断っていうのも、そこぐらいから始まるっていうのがあるから。ただ今はまだなんか過去の価値観にとらわれてるよっていうのがね、出てますね。もうすぐそこから抜けるというメッセージも聞こえてきます。さて皆様どのようにお感じになりましたでしょうか。いいね、コメント、チャンネル登録、いつもありがとうございます。大変励みになっております。今回もご視聴ありがとうございました。リッキータロットリッキーでした。それではまた、バイバイ。